先生、日焼け止めの SPF と PA の違いって何ですか？ SPF はサンプロテクションファクターの略で、 UVB による紫外線の防御効果を、 PA はプロテクショングレードオブ UVA の略で、 UVA を防ぐ指標になります。 SPF は1から50と、50以上は50プラスで、 PA はプラスから4プラスで表されます。日常生活では SPF は30以上、PA は3プラス程度のものだと十分だと思います。 SPF はおよそ20分程度です。 SPF50 だと約17時間の効果があります。ただしこれは十分量を塗れた場合です。顔全体なら約7ミリ台のパール粒2つ分、ローションなら1円玉2枚分の大きさになります。絶対白浮きする量なので、2回に分けて塗るか、他に日傘や帽子などを併用するといいと思います。腕なら1回線上に出して円を描くようにムラなく伸ばすのを表と裏でやると十分だと思います。日常生活では SPF30 以上、 PA3 プラス程度のもので十分だと思います。それ以上強くても効果は変わらないのと、肌への負担が大きくなります。敏感肌の方は紫外線吸収剤不使用、いわゆるノンケミカルと書いてあるものと、あと石鹸で落とせるタイプを使うといいと思います。ニキビの方はノンコメドジェニックと書いてあるものがいいと思います。プールや海などのレジャー用には SPF も PA もともに高いもの でウォータープルーフのものを選ぶといいと思います。最近は UV 耐水性の表示も始まったので、よく製品表示を見てみてください。日焼け止めは基本的には落とした方がいいです。こすれや汗、皮脂などで落ちるとはいえ、基本的には落ちにくい設計になっていると思います。その製品に合った落とし方で丁寧に洗った方が良いです。